はい、オルガンライフです。今日もためになる情報、楽しい情報を提供してきます。では見てください。はい、オルガンライフです。皆さん、パーセントポイントって聞いたことあります？まあ何それって言われそうですけど、まあニュースとかで去年 50%、 そして今年は 55%、 その時に5ポイント上昇ってそういう風に言うんですよね。 5% 上昇じゃなくて5ポイント。でこれって何なのか、間違いなのか。これ間違いじゃなくて、このパーセントのその差、そのことはパーセントじゃなくてパーセントポイントなんですよね。去年より 5% 上がって、まあそう言うと、去年を1として、まあ 1.05 5% 上がった、まあそういう意味合いに取れちゃうから、そのパーセントの部分、去年が 50% で今年が 55、 この場合は 5% 上昇じゃなくて5ポイント上昇なんですよね。まあ本来だったらパーセントポイント、まあこれってある意味いい仕掛けだと思うんですよね。あの数字が出てくると、それが差なのか絶対なのか、それが分からなくなってくる。例えば3歳年下の弟、まあその場合に早とちりしてしまう人だと、3歳の弟がいる、そう思っちゃう。ただ実際は私が20歳で3歳下の弟17歳、まあそういう意味である可能性もあるんですよね。まあただこの時も20歳という20という数字と17という数字と3という数字、それがごっちゃになる。そこに20歳の人と17歳の人がいれば、まさか3歳、まあそんなことはないですけど、文章上だったら、まあ、読んでる人の頭の中に3歳児思い浮かぶかもしれないですね。まあこの場合どうすればいいのか。3つ下の弟でいいんですよね。歳という単位をつけない。私は20歳です。そして3つ下の弟がいますっていうか、または17歳の弟がいます。その2つのどちらかでいいと思うんですよね。私より3歳下の弟がいます。まあ3歳という数字で3歳児考えちゃう人いますからね。だから差分を言う場合は3つ下とか単位をつけない、それがいいのかな。まあただなかなか単位を取れない場合あるんですよね。 A は B より 5cm 短い、 A は B より5短い、まあそれじゃあわけわからないですからね。まあこの場合本当にその差分が必要なのか、され言わずに両方とも絶対値言った方がいいんじゃないか。まあそう考えれれば、 A は 5cm、 B は 10cm、 それでいいんですよね。差言いたければ差は5です。これで混乱はなくなるのかなと思います。まああとレースとかのタイム、1位の人だけこの絶対的な時間5分30秒とかっていう、それ後の人は差だけ言えばいいんですよね。2位が10秒、3位が13秒、4位が15秒っていう感じで秒で言っていけばいいんですよね。そうすれば間違いはない。だから差を言う場合、その差分がある種の絶対値と勘違いされないような工夫、それをしてください。これ注意ですね。あの本当にドキュメント文章を書くと、読み手によって勘違いあります。読む人の集中力もありますし、能力もありますし、まあいろいろな意味もありますよ。教えられ方とかいろいろありますよ。だから数字を書く場合、特に差分を書く場合、気をつけてください。ということで、バイバイ。オルガンライフです。定期的に役に立つ情報を提供してきます。ぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録、この画面からできます。オルガンライフ登録お願いします。